大統領実は頭おかしくななっっってててるんじゃないっていう説が結構あってパーキンソン病の症状なんじゃないのみたいなので。冷静な判断力がない状態で、表情からでいくと、そのなんかちょっと目がうつろな状態になってるところで、自分の過去の執着だったりとか、っていうのにあの、まあ、執着しがちなんですよね、パーキンソンの症状の人が。で、マクロン大統領がその話をした時も、彼が孤立してるっていう表現をしたんですよね。彼が持ってる情報っていうのが、多分その周りの側近たちが上がえてくる情報で、 広く周りの状況が理解できないっていうのが、プラスマクロン大統領が5時間、プーチン大統領と話したんですけど、この人ちょっと情報偏ってるねっていう。で、でもそれが偏ってるっていうのがわからないのは、多分もう阻害されてる状態で孤立してるので、もう自分の周りの側近の話だけ聞いてる状態で、ロシアっていうのは偉大な国なんだっていう人が起こしちゃったやらかし案件っていうのが、割となんか角度が高いんじゃないかなっていうのが、僕の現段階で見た時の一時的な結論です。